ESS3200 系電気機関車。オランダ王立熱帯博物館の写真コレクションより、ESS3200 系電気機関車は、かつてインドネシアのジャカルタとボゴールとの間で使われていた電気機関車である。オランダのワックスパー社で1926年に製作され、インドネシアが植民地であった時代から1970年代まで用いられた。 インドネシアの鉄道網の電化は1923年に寄港され1925年にはジャカルタの都市圏で直流1500ボルトの河川の下、運用が始められた。当時バタビアと呼ばれていたジャカルタとその周辺の電気鉄道の運営はオランダ領東インドの国営鉄道の下部組織であるエレクトリシア・ストッツ・スパーウィージェンが行っていた。ESS は 3200系のほか、スイスの SLM 及び BBC 製の3000系、ドイツのアイグ製の3100型などの電気機関車も購入した。当初、これらの電気機関車は単純プリオク駅とメイスター・コルネリスとの間で共用されたが、1930年に電化が完成したデポックを経て、ボイテンゾルグまでの区間で使われるようになった。1976年に、 KRL と呼ばれる日本製の電車が運行されるようになってからは、電気機関車は使用されなくなり、鉄くずにされてしまったが、幸運にも唯一残った ESS3201 号機がジャカルタのマンガライ鉄道工場で整備されていない状態で保管されていた。これを鉄道愛好者の団体であるインドネシア鉄道保存協会の主導の下で、 インドネシア鉄道会社が修復することになり、2007年7月29日に作業が完了した。2009年には ESS3201 号機は単純プリオク駅に貸し出され、ユドヨの大統領による同駅の使用再開の記念式典に花を添えた。ボンボンという愛称を持つ、この機関車は現在復活を目指して、マンガラインの電車工場で電車の機器を移植する過程に、 あるが、この機関車が試運転で、ジャカルタの街に、再び走行音を響かせる日が訪れるかどうかはまだ、わからない。ありがとうございます。